首都大学東京の皆さんです。どうぞ。さあ、男性の方の、ね、豆知識気になりますよね。はい、じゃあ豆知識お願いします。エントリーナンバー1番の斉藤由紀です。僕の知っている豆知識は、全国のコンビニの数より美容院の数の方が多いことです。そうなんすげえ、コンビニっていっぱいありますけどね。それよりも多い。すごい。次の方お願いします。どうぞ。エントリーナンバー2番、島崎豊です。今オリンピックの閉会式で安倍首相がマリオに変身するという、はい、安倍マリオがちょっと話題になってますが、 そのマリオの敵キャラであるクリボーは、はい、実は栗ではなく椎茸です。椎茸。はい、4つ目の方お願いします。エントリーナンバー3番、本間博之と申します。はい、僕の披露する豆知識は、セミの尻尾の成分はゴキブリの成分と同じってことです。衝撃です。エビが食べたくなくなるような。じゃあお次の方お願いします。エントリーナンバー4番の今井陽一です。僕の知ってる豆知識は、カメムシは自分の匂いで寄生することです。うわ、すごい勉強になりますね、このね、イベントね。はい、そんな素敵なミスミスターですね、ミスター初代東京の皆様でした。ありがとうございました。